もう一つ行きましょう。ラジオネーム、ソノンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。最近、彼の仕事が忙しくてなかなか会えません。うん。でも、寂しいからって彼に迷惑をかけたくないです。うん。今は夏休みでどこに行っても恋人だらけですごく寂しい気持ちになります。うん。どうしたら寂しさを取り除けますか？人生の先輩を教えてください。あー。え、彼とはでも会えてるってことだよね。いや、ちょっとだけなかなか、なかなかでも会えない。なかなか会えない。なかなか会えない。でも今、迷惑かけたくない。でもどこ行っても恋人だらけですごく寂しくなっちゃう。どうしたらよかろうか。じゃあ、その時間を使って、うん、まず女磨きすることと、いいね。うん、それをすることと、あと、うん、彼と一緒に会えた時だから絶対さ、そういう風な彼っていう風に言ってるぐらいだからさ、付き合い長いわけですよ、うん、そうだね、まあ、だからさっき言ってたニコニコをあの政府なんちゃらっていうのがねやってるわけですよ、はいはいはい、ものすごいこう、はい、そういうことがあるから、うんうん、それに対して刺激を求めるために、うん、なんか例えばさ彼の趣味思考にもよるけどさ、うんうん、ちょっと特殊なっていうかさ、うん、今までとは思考を変えて例えばコスプレしてみるとかでもあるんじゃない、うんセクシーメイドとかさそういうのを探してみたりとかさ次会えた時のためにそうそうそう、そういう、そう次会えた時っていうのを自分の中で楽しみにして、うんそうね、目標っていうかねそれのために何かを今用意しなきゃとか何、ね、かやろうみたいなにしたら、うんうん、多分いいんじゃねそうだね、うんまあ、そしたらね多分ねそんなあの恋人たち見ても、うんうん、私はもうちょっとしたらその中に入ってやるんだなっていうものすごくなんかこう、うん、渦巻いたものとして ね見れると思うから、まあ、美容室行ったりネイル行ったりねそう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 女磨きをして次に会う機会を存分に楽しむというねそう爪綺麗なこと俺大好きなんだよいいよねあの、うん、意外と俺あの爪をさなんかこうなんだっけネイルサロンとか行ってさ、うんうんうん、こうすげえデコったりとかしたんって好きなんだよね、うんうん、嫌いじゃないんだよ俺最近あの暑いからサンダルとかで、うん、あのペディキュアですごいおしゃれしてる女性見ると、うんね、あすごいなって思うあれも上がるよ ね上がるねちゃんとやってるんだなあれ嬉しいよだからちょっとね、うんうん、ソノンはねそういう女磨きをねアホほどしたらいいと思うよそうだねすごい磨けちゃうね、うん、そしたら、ね、そうだよそういうので ねものすごい勢いでねこう昼も夜も営みをしたらいいおっと危ないぞはいということで皆さんたくさんのお便りありがとうございます。